うわ、熱すごいね、やっぱりな。フロントガラスの開口部がめちゃめちゃ広いから、この辺がもう熱うてしゃないよ、これは。だいぶ違うな、全然。もう直で、あの、光が、日光が当たらないから、全然、車内の温度上昇が、めちゃくちゃうわ。こんにちは。非常に暑い夏が続いておりますが、皆様体調の方いかがでしょうか。冒頭の動画でもお伝えしたんですが、車の中が非常に今暑い状態となっております。まあ、そんな中で非常に役に立つこちらのサンシェード、サンシェードもかなり、このロールサンシェードというものになるんですけれども、アマゾン等で浸透してきております。で、今回ご紹介するのは、こちらはグリーンファンディングで今支援を集めていて、これから売りに出すロールサンシェードになります。で、こちらのサンシェードと、今回は以前紹介したシンシェードというサンシェード、あちらの方は固定式、常時固定式のタイプになるんですが、ロールサンシェード悩んでらっしゃる方いらっしゃると思いますので、まあ比較の観点で、まあロールサンシェード、今回こちらになるんですが、QC1 というロールサンシェードをご紹介をしていきたいと思います。まずこちらのロールサンシェードの特徴なんですが、こちら、上から下に収納するタイプになっています。で、かつ二分割式になっています。で、これはたまたま二分割なんですけれども、フロントガラスのみならず、サイドのガラスにも付けることもできます。で、吸盤タイプになっておりまして、三つの吸盤で取り付けができるようになっていて、もう一度使ってみたいと思うんですが、こうやって上げて、で、ここにフックがあるんですが、このフックで止めて使うものになっています。こんな感じ でそれで直射日光を遮って、車内の灼熱地獄から、まあ、少しでも解消していくと。これで大体10度ぐらい温度下がります。10度ったら結構違います。40度から50度になると全然気温が違いますので、これはかなり違うと言ってもいいんじゃないかと思います。で、かつ 99%、99.9% UV カットになっておりますので、特に女性の方にとっては、興味のある商品なんではないかなと思います。で、このロールシェード、こういうタイプのものがありますんで、ありますが、このモーターマンオンラインでは、以前ご紹介した、こちらのシンシェイドさんのロールサンシェードというものがあります。で、今、巷に出ているものはおそらくこの2タイプになると思います。で、安いやつですと、ここの、この生地自体が、ちょっとこう布っぽいやつ。よくステップアゴの純正でもついてるんですけども、サイドについてるロールサンシェードで、ちょっとこう、メッシュっぽいやつだと思います。なので、そうすると、こうやって完璧に直射日光を遮るっていうことができないんですが、まあこういったタイプのもの、今回紹介する QC1 っていうタイプのものも、これ 100%、これ多分おそらくナイロンだと思うんですけども、ナイロンでできていて、しっかりと直射日光と、で、温度上昇、そういったものを抑えてくれるものになっています。で、これは上から下に下げていくタイプで、で、もう一度お見せするんですけれども、上から下、こういうふうに下げていくタイプ。で、今度乗り込むとき、で、車を起動させるときは、ここのボタンを押して巻き上げるタイプというものになっております。はい、この違いがあります。単純にこれだけの違いなんですが、まあ、双方でメリット、デメリットというものがありますので、次にそちらをご紹介していこうと思います。で、まず、こちらの、
QC1 というのは、まずメリットというのがどういうところにあるかと言いますと、このように、私、すごく気にしてたんですけども、このドライブレコーダー、これが結構熱にやられやすいというのがあります。これ今ちょっとつけちゃってるんで、ここ引っかかっちゃうんですけれど、で、このように、まあ、長時間自分の自宅の駐車場とかで止めるときなんかでしたら、これ二分割になってるんで、このドライブレコーダーのユニット自体をこの直射日光から遮ることができます。そこがすごくいいところだと思います。結構ドライブレコーダーも金額的には高いものもありますので、で使用温度としてはもう60度とか80度なんで、もう十分もう超えちゃってる、かなりこう触るだけでも熱くなってるわけなんですけども、もうそうするとドライブレコーダーの寿命というものも短くなってきちゃうし、作動も悪くなってくるっていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういったものをこう防いでくれる、こういったレーダーとかもつけてるんですけど、レーダーもこうやって遮ることができますんで、そういった意味ではすごくこの二分割タイプのロールシェードっていうのはすごくいいなって私自身思っています。で、下げるときは上から下なんですけれども、で、これも常時固定式じゃないようにももちろん使えるんですけれども、まあ吸盤でこう止めておけば、まあ常時固定式としても使えますし、なんか常時固定だといまいち見栄え悪いよねっていう場合は、まあ外してしまえばいいと思うんですけれども、何回も何回も固定してつけるのが嫌なので、そのまま常時固定してるんですけど、でネックなところはね、ここ今そうこう巻くときにどうしてもこうまっすぐスーッとね行ってくんないんですよね。こっちは行くんですけど、助手席側は行かなくてシワが寄っちゃうっていうのがちょっとあります。でちゃんとシワが寄ってもいいんですけど、ちゃんとこのように収まってくれないとちょっと嫌じゃないですか。まあ、そういうのがちょっとあるんで、こう巻き上げるときっていうのはちょっとこうゆっくりと自分の手でこうアシストしながらこうやって巻いていかないとダメかなっていうところ、そこが少しやりにくさっていうのがあるかなっていうのが、まあ短所としてあると思います。一方シンシェードの方はどうかというと、これ見ていただくと分かるんですけど、ここミラーがこうあって、ミラーの前にこれがついてしまうっていうのがもう一番の短所です。そこがもうとにかくこれちょっとねダメなとこかなっていうのがあります。もうちょっとこう上にあるといいんですけど、どうしてもこれ下に来ちゃってるんで、こうミラーに邪魔になっちゃってるのがあります。なのでこれがちょっとダメだなっていうのがまず1点目。2点目はこれアルミでできてるんですけど、熱くなります。夏は結構暑いです。でアルミは非常に熱伝導率の高い素材なので、もう非常に熱くなります。これ触るだけでも火傷する、ここに火傷に注意って書いてあるんですけども、まあ、そういうのがあるので、ちょっとね夏場取り扱うときには危ないかなっていうのがある。火傷をする場合っていうのもちょっとあるかなって気がします。まあ、それはこちらの QC1 も同じなんですけど、まあ、QC1 は逆にここよくあるので、ここは樹脂でできてますから、まあ、ここを引っ張って上げていくんで、まあ、火傷する心配っていうのは少ないんですけれども、こっちのシンシェードの方は触るところがもうもろアルミのところになりますんで、まあ、ここは火に当たらないんですけど、この奥のこのボディの部分です、ここはちょっと火に当たるんでちょっと火傷する時があるかなっていう気がします。まあ、そのぐらい。あとはこう下げた時にこのミラーが被らないっていうことです。シンシェードの短所になると思います。だからこう見た感じはすごく質感が高くて、かつこれ巻き上げも、まあ、こういったものがインパネの上に乗っかってると引っかかってたりするんで、ちょっとこうアシストしてやらなきゃいけないんですけど、あとはもうこうやって、まあ、これもね、あ、こういう感じなので、巻き上げは結構こっちの方が綺麗に巻き上がってくれるっていうので、まあやりやすいっていうのがあると思います。自動でこうやって巻き上げてくれる機能、指でポッとして巻き上げてくれる機能がついているので、まあ、こちらの方が巻き上げとしてはいいというのはあるんですが、うん、やっぱりいかんせん
ここが遮られてしまうっていうのがちょっと、まあ運転するものなので、まあどうしてもこれ機能部品って言ってもいいと思うんですけど、ここが遮られちゃうとちょっとね使えないなっていうのが正直なところで、まあ、最近これ実は私外しちゃってて使ってなかったんですけれども、それがなければすごくこれはいいものかなとは思います。なので、まあ、こちらじゃなくて、まあ、こちら、まあ、今回 QC1 というやつを、まあ、これも商品、これ今お預かりしている商品なんですけれど、これをご提供、こちらをお借りしまして、まあ、これを今回今試させていただいているといった感じになります。まあ、これだとすごく便利です。やっぱりこういう感じで止められますので、でもステッパーゴンの場合はこのフロントガラスの開口面積が広いんですけれども、でもこれでも十分一番前から、まあ、ここのサンシェードがある、これ服つけてますけど、ここまでちゃんと届くぐらいの長さになってますので、ミニバンに使うという意味においてもすごくいいものになっています。なのですごくこれはいいアイテムなんではないかなと僕自身思います。何より、まあ、同じことを何回もお話しするんですけれども、ドライブレコーダーも覆ってくれるということがありますので、熱害の対策っていうこともしてくれる、ここがすごくいいところなんではないかなと、まあいうことをね、今回この QC1 を実際に使ってみて感じたところになります。はい、ってことで今回はこちらのロールシェード QC1、 今グリーンファンディングでこちらの方ご支援を今いただいている最中なんですけども、こちらのご紹介を今日はいたしました。商品の詳細は、まあ、リンクグリーンファンディングのページ貼っておきますので、ぜひそちらの方をご覧になってみてください。また当チャンネルでは、まあ、こういった少し変わったガジェット系のご紹介、もちろん車のインプレッション等も行っておりますので、ぜひそちらの方も興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。